迫田市の海岸の朝です。昨日の豪雨とは一転して、非常に清々しい朝です。昨日は、ここでテントを張りました。東屋の、下になるので、雨でも、なんとかギリギリしのげれました。ただ横殴りの雨で、テント自体はベタベタになりました。この海岸は、釣りをしている人が、見えます。大体、10人ぐらい、来ています。茨城県の大洗港に来ました。震災で津波が来たところです。原子力発電所を見に行ったんですが、ゲートの前で、テロ対策を借りて、検問をしてました。で、U ターンさせられたんですが、本当に10分ぐらい、待たされちゃいました。ここは行かない方がいいです。先ほど、あちらのガソリンスタンドでガソリンを入れましたが、ここら辺のガソリンスタンドはすべて4時に終わるそうです。震災の影響で、ずっとそれが続いているそうです。ちなみに、このコンビニでさえ、夜の8時に閉まるそうです。先を急ぎたいと思います。この辺りは、まだ、帰還困難というのがあって、このように取れないようになっています。6号線の、帰還困難区域のあたりは、このように、店も、全部閉鎖されてて、このままの状態で、残されてます。すべて店は道沿いのものが潰れています。入れないから、こんな風になるんでしょうが、今でもこんな状態が続いているんだ。わかりました。島村の前なんですが、このように商品をそのまんまの状態で、自販機とかもそのまんまの状態で残ってます。ここから先は入れないみたいです。ずっと住宅などもすべて震災の時からそのまま放置されているみたいです。
白川高等学校前です。入れるところでも、このようにもう廃墟になってます。車も放置されていて、人は住んでいません。電気は来ているみたいです。除染の済んだとこだけは、電気は来ています。北東線沿いの北川郵便局です。このように入っています。ここら辺は、除染が済んで入れるんですが、このまっすぐ道沿いすべてが、廃墟になってました。バイクもナンバーがついた状態で放置されています。かつての農耕地が草むらになっています。浪江町の海岸近くに来ました。このように、まだ震災の時の影響で枯れた松が残っています。塩害の影響なのか、このように耕作放棄地らしい感じのところが広がってます。海側もまだなんか重機を入れていろいろ作ってるみたいです。